佐藤健が伝説の人斬り日村抜刀斎に挑んだルローニケンシン最終章ザ・ビギニング。その舞台裏はこれまでとは全く違う撮影の連続だった。佐藤と抜刀斎の旅路が今明かされる。2019年1月22日、ルローニケンシン最終章ザ・ビギニングは撮影初日を迎えた。人斬り抜刀斎こと、日村健心演じていただきます佐藤健さんです。お願いします。このエピソードを描かず人生を終えることはありえなかったので、健心を演じるからにはこの追憶のエピソードは避けられなかったんですね。だから間違いなく自分の中でもう一番と言い切っていい大切な作品になると思っていて、これはまあ最後まで終わってちゃんと映画が完成したら一つ本当に区切りがつくというか、自分の中で佐藤自身の熱い思いが詰まった追憶編の実写化、剣心の始まりの物語として位置づけられたザ・ビギニングの制作にあたって、佐藤は根本からアクションの方法論を再構築。せーの、ザ・ファイナルの撮影の合間を縫って何度も練習を行い、人斬り抜刀斎としての感覚を体に刻み込んでいった。せーの、はい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 。そんな中迎えたこの日、ザ・ビギニングのアクション撮影がついにスタート。撮影されるのは、あなた方には死んでもらう。劇中冒頭で描かれる対馬藩邸での殺戮シーン。はい、お静かに。はい、よーい、はい、ガン。何分暗かったもんですけど、この男どこで藩邸にずっと隠れた。そこは罠で。はいはい、ここまで、はい、っていう流れでね。はい、じゃあ準備しようか。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、スクリーンへ登場して早々敵対する対馬藩士を皆殺しにする抜刀斎。このシーンで佐藤はパート1の清里殺害シーン以来約10年ぶりに抜刀斎としてのアクションを披露することになった。ちょっと動きますよ。はい、はい、お願いします。リハーサルを入念に行い、抜刀斎の動きを体に馴染ませていく。確認を終えたところでいよいよ本番。人の心を捨て修羅となった人斬り抜刀斎の悲しみの刃が対馬藩邸を血の海に染め上げていく。あと OK です、 OK です。塚本での盾は打撃なんですよ。切ってないんですよね。そこが圧倒的に違くて、今回は切れるので、細かいこと言うと擦ったりとか擦ったりとか、それがこう殺傷になっていくんですね。持ち方とか一緒です。ただこう使い方、刀の使い方が違いますね。でそういう表現の幅はだから広がりましたし、今までやってきた剣心のアクションと全然違うのですごい楽しいですね。現場に多彩なキャストが続々と登場し、撮影もいよいよ本格的にスタート。よーい、はい。ザ・ビギニングの中心を担う抜刀斎と巴の物語が描き出されていく。勝ったー。そんな撮影の合間にはこんな一幕も。竹田氏の周りで食ってます。そんな和やかな雰囲気とは裏腹に緊迫感のあるシーンが佐藤を待ち構えていた。それは、これは面白い。
抜刀斎と新選組一番隊組長沖田総司との対決シーン。ね、切りかかった、手を押さえた、よーい、はい。何ですか、あなたは。そこだけ始まる、はい、っていう感じがいいかもしれない、はい、それでお互いのちょっと研究を確かめ合ってお互いを知るというか。人斬り抜刀斎と病弱な天才剣士、運命に導かれた2人の戦いが描かれることになった。撮影より遡る10日前、スタジオの一室では佐藤と沖田役村上虹郎のアクション練習が行われていた。ここはまず進む、ここまで打ってくるくらい、ここだけはまず進む。この日初めて手合わせを行った2人、そこにはシリーズ初参加となる村上に対して丁寧にアドバイスを行う佐藤の姿が。沖田のこの何だろう、危機感みたいなのが出たと思うんですよ、ね、もっと攻撃してるんだけどもう余計攻められてっていう感じが。村上をリードしながらシーン全体の動きを組み上げていく。実際やると本当かするぐらいの距離感じゃないと OK が出ないやつ。なるほど。今だと全然多分遠いって言われるやつ。練習だから攻めすぎなくていいと思うけど。お願いします。よーい。はい。おほ。いいね。うん。これはさっきより全然。全然いいですよね。やっぱ瞬発力があるから。うん、よく言うと最後のこの旬の後の突きつける感じがもうちょっとメリハリよくピッて出すのに対して旬ピッっていうここですよね、旬ピッてお互い離れる。沖田との戦いっていうのは僕すごくやりたかったことなんですね。実は原作のどこでもそんなに深く描かれてなくて、ただやっぱり幕末の時代に謙信がもし実在していて人斬り抜刀斎が新選組と対峙してたらって考えると、ワクワクが止まらなかったんですよね。どうしても映画で描きたくて。だから今回唯一本人同士で何回も練習を重ねたのが彼となんですよね。で、まあ、もちろん彼も動ける人なので一生懸命こう2人でタイミングとか合わせながら練習したのがすごい残ってます。本日は以上です。ありがとうございました。こうして濃密なリハーサルを終え迎えた撮影当日、日も落ちきった境内は3度まで気温が下がっていた。凛とした張り詰めた空気の中、いよいよ抜刀斎と沖田の戦いが幕を開ける。テスト、よーい、はい、せーの。リハーサルで練習した動きをもとに現場の状況に即して微調整を行う佐藤と村上。多分止まるときにこの距離で止まるときにこう止まってるんです、うん、それがありなのか。お互いに意見を交換しながら徐々に動きを固めていく。どのぐらいの間で後ろに行くか、うん、その教えてあげて指示して次見て、うん、やってあげてあげて。そんなこのシーンでは抜刀斎と沖田の緊迫感あふれる戦いを描くためカットを割らずに撮影することに。シリーズ屈指の長さを誇るワンカットの長回しとなるため現場に緊張が走る。ミスの許されない過酷な状況の中で佐藤と村上の挑戦がいよいよ始まる。本番、よーい、はい、結構あんまり今までもやってこなかったワンカット長回しっていうスタイルをアクションで2人でできたのもすごく良かったし、ただただアクションができるだけじゃなくてこうやっぱりあの当時を生きる侍としてので新選組としてのオーラといいますか生き様をこうにじませてくれるような人じゃないといけなかったので、そういう意味でも本当に虹郎で良かったなと思います。ワンカット長回しで描かれた緊張感あふれる抜刀斎と沖田のドリームマッチ、壮絶な戦いが
スクリーンに焼き付けられた。ザ・ビギニングの撮影もいよいよ大詰め。撮影は抜刀斎が敵対する幕府の隠密と戦うクライマックスシーンへ。このシーンで佐藤が挑むのは視覚・聴覚を失った状態での抜刀斎のアクション。そんなこのシーンのため佐藤は撮影前から練習を開始。360度が分かんないからこうなるというか、そうなってくるよ。立つには外から見て、スタッフと共に感覚を失いながらも戦い続ける抜刀斎の姿を模索していく。いるって思ったら下がってみる。ようなことがあって、で、なんか感じたら時にこうなる。まあ、漫画では五感を失っていって全ての感覚が失われた状態で最後のこう辰巳との戦いに挑むっていうは、まあ、言ってしまえば漫画的な表現のシーンだったので、まあそこがどうクリアできるかなっていうのがポイントだったんですね。そして迎えた撮影当日。はい、次本番です。本番。そこには満身創痍で戦い続ける抜刀斎の姿があった。見る者の心を震わせる壮絶なクライマックスが描き出されていく。まあ、剣心の過去ってこともあって、その思いを背負ってずっとやってきたんですね。その1の時からイメージでしかなかったものを実際にこう現場に立ってやるんだっていうのは楽しいです。自分にとってもこう人生の代表作にするようなつもりでやっていくつもりです。ついに明かされる日村抜刀斎の人斬りとしての真の姿。どんなことがあろうとあなただけは絶対に斬りはしない。内通者が割れたぞ巴じゃ。佐藤健が10年かけて挑んだ日村抜刀斎の壮絶アクション、その全貌を劇場で目に焼き付けてほしい。